Welcome to my world. This is Gary. どうもはじめまして、ヒューマンビートボックスのキャリーでーす。今回はですね、自分の動画や、ビートボックスを上げるんじゃなくて、実際にこうヒューマンビートボックスをレッスンするという動画をちょっと上げようかなと思っております。まあなんでこれを始めたかと言いますと、今すごいコロナでね、世間がね大変な状況になっている中で、どうやって新しい趣味であったりとか、自分がやりたいことをこう見つけれるようなことの、まあ、きっかけになれればいいかなと思ってこの動画を上げました。多分ね、実際にヒューマンビートボックスをやりたいなとか思ってる方たくさんいらっしゃると思うんで、まあ、これを機会にぜひこうチャレンジしてみてください。それでは今回はもう一人、僕の友達を、ご紹介して、一緒にビートボックスをレッスンしていこうと思っています。それではどうぞ。それでは、今回から一緒にビートボックスのレッスンを、お手伝いしてくれるっていうか、生徒の方をご紹介したいと思います。ソータちゃんです。どうぞー。わー、ソータでーす。お願いします。あの、自己主張が強い。やれって言ったんじゃん。いや、そうか、はい、あのヒューマンビートボックスっていうのにすごい興味があると聞いたんですが。めっちゃ好きなんですよ。おー、マジで。高校の時からずっと動画見てて。あ、そうなんや。なんか自分なりにちょっとなんか真似したりとかはあるんですけど、でもやっぱりその、ね、見ただけじゃわかんないし、実際自分で口でやったりとかしてた。あ、やったことは。あ、あるんだ。はい、ちなみにですけども、はい、あの、今一番好きなビートボクサーは誰？はい、あ、今ですか？今、もう推し的なやつは。まあ、結構有名どころっちゃ有名どころやんで、みんな知ってるとは思うんですけど。多分僕の頭に出てきてるビートボクサーとちょっと照らし合わせる。はい。せーの、ヒカキン。ビーアート。全然ちゃうやん。ビーアート。ビーアートですね。なかなかやね、結構見てるね。結構見、はい、見るのは好きなんで。ちなみにもう一人、知ってあげたら、これ多分被ると思う。あ、まあそうですね。まあ同じぐらいメジャーどころなんで、うん、まあみんな知ってると思うんで。じゃあいくで。多分一緒やと思います。うん、はい。せーの、ナイチ。全然ちゃうやん。ちょっとあったと思ったけど。タイミングの入りぐらいでした、ね。そう。あ、なるほどね。じゃあ結構、はい、外国のビートボクサー見てる感じですね。ああ、そうですね。ああ、なるほど。そしたらね、じゃあ早速、はい、じゃあ、ヒューマンビートボックスをちょっと教えていこうかなと。ああ、ぜひぜひ。思います。あの、僭越ながらですけども。いや、お願いします。嬉しいです。はい。はい。それでは、ヒューマンビートボックス早速始めていこうと思うんですけども、まず、はい、ヒューマンビートボックスって、はい、結構簡単です。いや、ちょっと。え？いや、ちょっと。やったら、僕もすでにできてる。あ、できてる、はい、できてる。でもね、これ結構ね、あの、多分教えてる方みんな言うんですけど、うんうんうん、結構簡単。ほんまですか？ほんまっす。いや、これね、僕ちょっと一個言わせてほしいんですけど、うん、はいはい、まあ多分結構見てらっしゃる方もビートボックスやってみたいなって思ってたり、ちょっと自分で練習してたりっていう人絶対いると思うんですよ。もうやっぱ口だけで簡単にできるんで。でも僕もやっぱそうなんですけど、なんかこうそれっぽいことを真似できても、やっぱな、自分の中で違和感があるから、はい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 、実際ちゃんと教えてもらえる機会とか、その基礎をね、あの、しっかり、じゃあ、どういう口の動かし方かとかって教えてもらえないじゃないですか。あ、確かにね。だその辺をね、今回ちょっと根掘り葉掘りちょっと聞かせていただきたいなと思って。もうスーパー真面目やな。うん、びっくりした。台本あったんかな。用意してへん。まず、ビートボックスの音っていうのは、はい、大きく分けて3つあります。3つ？ 3 つなんですよ。3つ。うん。まず1個が、はい、こちらにあるこのね、ドラム。あ、はいはいはい。これですね、これ。これバスドラムって言うんですけど、このバスドラムの音なんですけど、ちょうどこの大きい太鼓を足のペダルでパンパンパンって弾くような音です。もう一個でなんですけど、まぁ、ちょっと見にくいと思うんですけど、こっちにあるね、このクローズハイハットって言って、うんうん、ハイハットの音なんですね。それが、はいはい。っていう音なんです。聞いたことありますよ。スネアドラム。ちょっとちっちゃい太鼓なんですけど、それが、っていう音なんですね。よく聞く音。聞く音。うん。ビートボックス見てて。あ、よく聞く。よく出てくる音す、ね。聞く音。ネーポムしてた。してたからネーポム。ネーポムしてるっすかね。してたかな。これ伝わるかな。わからん。よかったネーポム見てる。ネーポム見てる。でですね、まあ、このまあ3つなんでございますけどもね。はい。それをまあ順番にやっていくだけっていう。はぁ、あ。そうなんです。だから言うと。はい。おー。
っていうだけです。はいはいはい、はい。だから順番としては、棒ね。で、次。うんうんうん、で、次が、はあ、で、これです、はあはあはあ。この繰り返しなんですよ。へぇー。はい。以上です。すごいなんかざっくり言われて。根掘り葉掘りって言ったのに。うん、いやもうすごいやりきった顔してるやめてもらっていいですか。これ今からなんで。ああそうかそうか今からやからね、うん、もう終わった終わった感じ出してるから。ああ終わったエンディング流しとろうかさあそれではちょっとね早速じゃあ、はい、あのまず棒からうんうんはいマストラムから教えていきたいと思います、はい、皆さん多分ねこれ結構多分やりはった人は分かると思うんですけど、うん、こんな音しか出ないそうなんですよ一回やってみてはいそうそうね。大体その音になると思う。これ、こんな、こんな感じかな。そうそうそう。でね、あとまだ YouTube の人とかね、もう軽くやってるからそういう風にしか見えないんですよ。あー。でも実際はっていう話ですね。あー。で、まず、口を、はい、アップッブーってやってもらっていいですか？アップッブー。これ、うん、この、今、このほっぺに溜まった空気を、うん、全部、口の真ん中にこう、チュッてしてみてください。うん。うんこういう顔になりますよね、うんうんうん、で、これが第一ステップで、こっから息を吸って、うん、吐く時のタイミングにそのほっぺを先ほど言った、うんうん、真ん中にってやってくださいそっからその空気を口から出すんですけどもその時に一回唇で止めてみてくださいそうこんな感じでございます、うん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 、で、キュッてこの唇をこう締めた状態ありますね、はいはいはい、で、そこから口をこのブーこのブーって震わせる音に変えるんですよ、うんうん、だから吸って止めるで、そうで、ここのここの音がすごい大事、まずそうそう。だいぶ、ダサくないですか今俺。だいぶダサい。だいぶダサい。でも、はい、これを、まあ、言ったら、上手い人とかは、プッってこう、コンパクトにしてるんで。おー。みたいな。へー。今は、なるほど。っていう感じしてるやんか。はいはい、それを、はいはい、多分上手い人は、プッってこう、コンパクトにしてる。全部を。ここからが、あの、一番難しいところで、はい、で、こう、止めるでしょ、息を。この止めてる状態で、っていう。ブルブルじゃなくて、みたいな。そう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 。あ、できてるっすかこれ。できてるっす。もう一個、一個、ちょっと付け加えるなら、お腹のこの腹筋。はいはい、はい。腹筋で、で吐くと、グッと押し出す。そう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 。音が大きくなる。あ、そう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 、うん、これがまず、はいはい、ブーですブーブーですえこれで出来上がってるんですか大概ええーうん、次、はい、あのハイハットですけどもはいあのこのこれね、はいはいはい、これこれこれなんですけども、はい、このなんていうんですかあの、はい、嫌な上司とか、はいあの嫌いな友達に、はい、あのなんか嫌なこと言われた時っていう感じですあそうそうそう、うん、それはってやってるやん、はい、じゃなくてそれをあの吐くにするあそうそうそうあこの、まあ、この今教える3つの中で、はい、一番簡単そうそうそうこれでできてるんですかできてます、これ完成次、はいはい、これが一番難しい。スネア。あ、スネアドラム。スネアドラムじゃないですか、はい、これはですね、まあ音的には、ブス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 って音なんです。で、はい、これね、先祖代々伝わる、はい、あの、ビートボックスの神様が、はい、あの、教えてくださった、はい、すごい簡単にできる、はい、あの方法がありまして、皆さんが絶対食ったことのある、あの、ポテトチップスですね。ポテトチップス、はい、食ったことありますね、はい、食ったことありますし、はい、あの口に出したこともあるはいポテトチップスねポテチそのねポテトチップスって言うんですよちょっと待ってください
最後のプス、どうした？初めて聞く単語になりましたよ、今。ポテトチップス。いやいや、そんな言い方する人見たことない。え？ちょ、もう、俺、もう一回言ってみる、ね。あ、はい。ポテトチップス。普段そんな言い方してるんですか？言うて言うて。コンビニとかで、すいません、ちょっとどうなります？ポテトチップスっていう。プス。プスっていう。あ、それがスネアドラムになるんですか？そうそう。その、プス、プスっていうのを、うん、がちょうどいい音になるんですよ。はいはいはい、一回言ってみてください。ポテトチップス。ポテトチップス。あ、そうそうそう、そっち、どっちかするぞ。はいはいはい。ポテトチップスじゃなくて、そんな言わへんやろ、絶対。ポテトチップス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 。そう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 。宗教感で。ちょっと一人でやって。恥ずかしい。やってやってやって。OK、OK、ポテトチップス。うん。ポテトチップス。で、今そのポテトチップスの時は、音出してなかったと思うねんか。はい。それを、って言って、もう言うてまん。おぉ。音出して。おぉ、音を出しながら、プスを。そうそう、ポテトチップス、プスの、プスをちゃんと、プス、乗っける。言いながらってことですか？言いながらです。はい。難しいな。ポテトチップス。あ、そうそうそう。で、ビートボックスを始めて間もない人は、はい、これをしきりに、女の子の前で練習したら、はい、ブスって言われてると勘違いするから、十分注意して。ちょっと待ってください。十分注意して。ブスになるってことですか？そう。ブスの時は、はい、ちゃんと唇、ね、ここのね、うんうんうん、プスってもう吐いちゃう。プス。あ、そう。プス。そう。おポテト、チ、プス。という感じでございます。以上です。え、終わっちゃった。以上でいきました。終わっちゃった。ほんまっすか？いや、拍手していいかな、これ。これ見てる子はだいぶ不安やと思います。ほんま？ほんま？これでほんまに俺が出来上がってんのかどうかじゃないですか。じゃあ一回やってみよう、ほな。あ、はい。はい、じゃあまず。あれですね。うん、こう、アップ、ボーを作って、うん。うん。うん。そう。はい、次。これあれですね。あ。そうですね。あ、こんな感じですか？最後。はいはい。ポテトチップス。プス。ポテトチップス。はい。プス。それを、つなげてください。つなげる。はい。あー、なるほどなるほど。どうぞ。はい。はい。おう。あ、いいですね。はい。はい。お、できてるんです。これでできてます。へぇー、すごい。ほんまにできてます？ほんまにできてるか、じゃあ検証しましょう。はい。じゃあそれを続けてください、はい、ちゃんと。バン、ツ、ブス、ツ、バン、ツ、ブス、ツ。はい、これで。はい。お願いします。カエルの歌が聞こえてくるよ。グワ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 。ゲロ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 。グワグワ。わーっていうことです。できてるでしょ。そういうことなんですよ。なんかぽくなりましたね。ぽくなった。だから言うたら、そのビートボックスっていうのはちゃんとこの音楽リズムがしっかりしてる状態で、はい、そのっていう音をしっかりできるっていうのがすごい大事なんでございます。はい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 、だからね、第一関門クリアでございます。あ、やった。はい、じゃあ、まあとりあえずね、今日は文通、はい、プスーツ、はい、っていうのを多分覚えられたと思うので、はい、ぜひお風呂、はい、ね、はい、トイレ、トイレ、台所、はい、でこたつの中、こたつの中でクローゼットの中、なんでクローゼット入んの？あと彼女と待ち合わせてる体育館の裏のところへん。いや、いつビートボックス練習してんのこの人。もっと他に気使わなあかんことあるよ。早く来ないかな。みたいな感じで。だいぶリズミカルな。リズミカル。結構ファンキーっすね。そう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 。そういう感じだったんですか。来てからブス言うとあかんで。あ、ブスになるから。ブスになるから。何言ってるかよくわかんへんけど。はい、ということで、第1回目のね、はい、レッスンをこれにて終わりたいと思います。はい。いや、
どうでした？いや、そうですね。うん。実際ちゃんとこう、こういう仕組みで音が出てるんだっていうのは、うん、やっぱみんなね、もうサラ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 やっちゃうんで、はい、やっぱそこが知れたっていうのはちょっとやっぱ大きいなっていうんで、これ見てる方もやっぱこれをね、僕と一緒に、はい、まあ、練習してもらえたら、なんか良くなるんかなっていうので、すごい良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これどんどん続いていくんでね、皆さん、お、そうだよ。マジっすか？そうそう。行く先には、そうちゃんをビートボクサーにしようというね、はい、計画が。マジっすか？そうです。俺ビートボクサーなれるんだ。なれるよ。君も、今日からビートボクサーだって言うよ。おい、ということでね、今回のちょっとレッスン動画はこれにて終わりたいと思います。はい、ぜひとも、皆さんチャンネル登録も、高評価もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。コメントもシェアもぜひお願いします。それでは皆さん、さよなら。バイバーイ。